さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私はシャワー浴びたてでございます。すっきりすっきり。はい、ヤフーニュースの最新ニュースを解説させていただきます。お聞きくださいませ。まずは国内ニュース。ヘリ2人死亡発見。首相痛恨の極み。そうですね。もう発見になってますね。もうヘリもね、発見されたということで、ね、どうやってね、こう、上げていくんでしょうかね。はい。関東は雷雨注意。北日本で雪のところもと。もう4月、もう、ど真ん中過ぎたんですけどね。北日本で雪のところもあるんですね。油断なりませんね。はい。次。内閣支持率 45.3% に大幅上昇ということでございます。まあ、何もスキャンダルないですからね。はい。まあ、元に戻っていってるみたいな感じなんでしょうか。はい。はい、次。国際ニュース。中国、人権派活動家らの軟禁が相次ぐということで、軟禁だそうです。逮捕じゃなくて軟禁。はい。逮捕することのことはしてないから軟禁するしかないと。逆にやったら軟禁ぐらいだったらしてやるぞということですね。怖い国ですね。はい。次。少女の誕生会で銃乱射、4人死亡、アメリカ。止まらないですね、銃乱射がね、アメリカね。どうにかならないですかね、バイデンさんね。はい。次。ニューヨークのオペラ座の怪人、35年で幕ということで、終わったんですね。私、映画しか見たことないんですけど、ブロードウェイでは見たことないんですけど、ね、結構有名ですよね。私はあまりそんなにすごいとまでは思わなかったんですけども、まあ、なかなかの演出だなっていうふうに思った映画でした。はい。これは、ブロードウェイミュージカルですけどね。はい。はい、次、経済ニュース。新卒争奪戦か。内定自体が増加。そうですね、内定たくさんもらっちゃうっていうことですね。今ね。昔ありましたよね、そういう時代ね。はい。懐かしいな。はい。次、JAL や ANA、機内食不要が広がる。いらないんですか？もったいない。へぇ。時短の男性、諦めつつあるキャリア。はい。時短勤務の方は、キャリアを諦めつつあるということですね。やはり、労働時間がものを言う社会なんですか？日本は効率じゃなくて、成果じゃなくて。どうなんでしょうね。悲しいニュースですね。はい。次、科学、中国の黄砂発生回数が10年で最多ということだそうです。おね、日本にもたくさん来てますもんね。はい。はい、次、化石燃料の段階的廃止を加速 G7。日本はどうするんでしょうね。ハイブリッド車普及してますけどね。はい。段階的廃止ということなんで、段階的にね、なんとか段階的に行ってほしいですね。G7 入ってますからね、日本も。はい。タイで 45.5°C、国内最高気温を更新ということで、タイ暑いんですね。はい。私が行った時も2回とも暑かったですけど、タイは暑い。はい。これ事実。はい。次、エンタメニュースは棒読みします。山口達也氏、アルコール依存を語る、ゴゴスマ、ウエジリポーター、不倫報道、キスマイチガが初の個展を開催へ。次、スポーツ。これも棒読みします。ヌートバー、今季初のホームラン。八村塁、
プレーオフ初戦で記録的活躍、大谷ネームプレート1500万円で落札。はい、今日のニュースは以上となります。皆さんはどんなニュースが心に残りましたか？私は中国の人権派活動家の軟禁が相次ぐというのが気になりますね。はい、逮捕にまで行ってしまうんじゃないかということを危惧しております。はい、いずれにしても活動ができなくなっちゃいますからね。なかなかインターネットでしか活動できないみたいなねことになっちゃいますからね。はい、そんなところでございます。はい、今日も一日頑張ってまいります。皆さんも良い一日を。それではまた別の配信で、できれば私のチャンネルでお会いしましょう。さようなら。